おはようございます。イエスイエス。朝ですね。今朝です。6時半ぐらい。まあ今からどんどん暑くなるんで、なるべく涼しいうちにいろいろやってしまおうと思います。今日はですね、これ新しく買った漆、これをですね、いつも僕この桶の状態で1キロずつ買うんですけど、この桶に入れたままその都度使うっていうのはちょっとやっぱり使いづらくて、別の容器にこれ移して、その容器から普段の作業の時はその容器からちょっとずつ出して使ういう風なやり方をします。まあ僕とかそんなにこう一度に使う漆の量っていうのはそんなに多くないんで、ちょっとずつ出して使えるような感じの方が使いやすいんで、そういう風に小分けしてやるようにします。でまあ最初から何かしらこういう桶じゃなくて、まあ、漆屋さんで別の容器に入れた状態で販売もしてくれるんですけど、よくあるのは金属製のチューブとかに入ったものとかがまあよくあるんですけど、あれがまあちょっと僕はなかなか使いづらいなっていうのがあって、まあいろいろどんなのがいいだろうとかっていうのをいろいろ考えて、今のところはですね、これこの蛇腹容器、これにこの桶に入った漆をこの蛇腹容器に移して、ここからまあちょっとずつ普段出して使うっていう風にしてます。まあ、なんだかんだ言ってこれが一番まあいろんな点でね使いやすいかなっていう風なのに今のところこれに落ち着いてます。でまあそういうわけでこの新しいのを買ったので、まず今日はこの蛇腹容器に移し替えるっていう作業を今からやろうと思います。まあいろいろねこれ本当悩ましいところで、漆は貴重なものなので、やっぱり漆を採取する人のことを考えるとものすごく大変な作業なんで、もう極力やっぱり無駄にしたくないっていうのがやはり強くありますね。ですんでその無駄のないような使い方をするように心がけているんですけれども、そのこういう小分け容器の様子とか、まあ普段の使い勝手とかによってあんまり何ですかね、扱いづらいような状態だとやっぱり途中で変にこぼしてしまったりとか、その小分け容器も途中で穴が開いて溢れ出してっていう風になると非常にやっぱ無駄にしてしまう、まあ、こぼして拭き取って捨ててしまうみたいな状況になってしまうことが多々あるので、これのそういった無駄が少ない使い方、まあ、容器とかですね、どういうのを使うのが一番いいかっていうのをいろいろ考えてみた結果、今のところこれについてます。さあこれね、嬉しい。これをこいつに蛇腹容器に移していきます。さあ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 、なかなかね、この作業はなかなか毎度毎度難しい作業ではあるなと。こういうのもね、無駄にしないよう、
ほんとね、漆を取るっていう作業がね、あまりにもちょっとずつちょっとずつ何度も何度も書き取っていくっていうことをしているのを知っていると、こういうほんの一滴の漆ですら無駄にはできないなって感じますよね、やっぱね。あそこまで動力をかけてやっとるとね。よし。で、まあここの蓋のビニールは綺麗に拭き取りました。で、まあ、まずこの中の漆、結構ね、漆の成分もこういう容器に入れてあると、そこの方に、なんていうんですか、なんですかね、あの、そこの方が濃くなって、上の方が薄いみたいな、不均一な状態になっているので、まず一旦は、そこからしっかりと混ぜ返してやって、濃度を均一にしてあります。そこに溜まっているっていうのは、まあ、何なんだろうな、樹脂とかになるのかな。あ、早速貴重品が、こういうのがね、ちょっとした、これは本当もったいない。漆を扱う、漆を塗る職人さんとか主の人たちですよね。主って呼ばれる人たち、その辺のこう技術で何が一番すごいって思うかっていうと、こういう漆っていう素材の扱い方、とても丁寧で無駄のない使い方をするなっていうのが、そこが一番すごいって僕は感じてます、うん。まあもちろんその漆を木のものに塗っていくっていう技ももちろんすごいんですけれども、中でも一番すごいなって感じるのは、この漆を取り扱うっていう作業、ほんのわずかな漆も無駄にしないっていう扱い方、それが本当すごいなって思います。そういうのを見習わなきゃいけない。無駄な作業をしないように、無駄にする扱い方をしないようにしていかなきゃなって思いますね、つくづく。まあ、とりあえず今そこの方にね、粘い沈殿したような状態のものがあったんですけども、これをかき回せることによって均一化させることができました。で、その後この蛇腹容器に移していきます。これがね、またちょっと強引ではあるんですが、うん、やっていきます。これにね、入れていくんですが、まあ、どういう風にするかというとですね、結構強引です。吸い取らせます。まずは吸い取らせる。これね、嬉しい
桶に直接もうこれこの蛇腹容器を口をつけて吸い取らせるということをします。結構強引です。緊張するポイントではありますね。ここで変な扱いをして変にこぼしてしまうと非常にもったいないっていう、無駄になりますんでね、こぼしたりして。で、まあ、今ザーッと吸い出しただけでこんぐらいは入ります、ね、でちょっと縮めて空気を抜いた状態でキャップを閉めると。そしたら一つこんな具合、まあ、これぐらいのがあともう一本取れて、3本目はもうちょっと短い感じになるかと思います。いつものね、分量の感じだと。というわけで同じように2つ目いきます。するのがもったいない。こういう無駄を少しでもなくしたいと思います。ここにこうちょっとはみ出したりベタッとついたりした分の量の漆っていうのは、あの漆かきをするときにおそらくこう木の樹皮の表面に何本かあの傷を入れていくんですよね。ザッザッザッと。でその傷の中ににじみ出してきた樹液、まあ、漆ですね、それを、まあ、あの細いヘラみたいなもんでかき取って、ひとかき取って取っていく。おそらく今ここにべちゃっとこうついてしまっている量の漆っていうのは、ひとかき、いやもう2かきぐらいはした分の量になるんじゃないかなと思います。 2回こうガッガッと取ってやった作業分の量はきっとあると思うんですよね。その手間をかけて取ってもらった量の漆が、まあ、こうやってただちょっとはみ出てしまったっていうことで拭き取られて、この紙に吸われて終わってしまうっていうのも、まあやっぱ悲しいですね。できれば木の製品に使われて、そこにしっかり塗られてね、使われたっていう風なものになってほしいなと思いますね。ちょっと今回は少なめでした。2つ目こんな感じ。じゃあラストね、もうこれだんだん少なくなってきて、少なくなってくるとこうこれを縮まってこう押し込むのがね難しくなってきます。でも、まあ、あんまり無理せずできるところまでこうやって吸
吸わせます。で、まあ、ちょっとこれだいぶ少ない状態、空気を抜くとこれぐらいまでなります、ね、空気を抜くとこれぐらいまでになってます。で、まあ、まだ取れない、この中にまだ残っている分があるので、これをうまくこの蛇腹の中に入れてやるんですけど、こっからはどうするかと言いますと、こういうロートを使います。これでここにつけてやって、このロートを経由して入れてやるということをします。しっかり発電用につけてやってですね、まあ、こうやってですね、ロートまずこのヘラにちょっと貼り付いてたやつをうまく書き取ってあります。で、まあこれをこうヘラとかですくってこうやって一すくいずつやってもまあいいんだけど、ちょっと大胆にやってます。時間にそこですね、まあこんな様子です。直に流し込む、ちょっとずつね、だからこれ最後の方のあと残り少ないよっていう時だと、こういうふうな桶から直接流し込んでやるっていう風なのはできると思うんですが、まだたっぷりある状態の時にこれをやるとね、大変なことになりますね、きっとね、ドバドバこぼしてしまってっていう感じ。ちょっとですね、無駄にしないよう、どうでしょう、この様子です。で、まあここで今両手が塞がっとる状態なんで、この桶の内側の漆ですね、最後の方に残ったやつ、これをヘラとかでかき出してやりゃいいんですけど、それが難しいと。で、一旦これをひっくり返らないように置いてから、そこからヘラなどで書き取って、まあ、内側向こうヘラで書き取って、それをまたここにこう入れていくっていうふうなことをまあすることになるわけですけれども、まあ、いつもですねこの作業をやるときには、実際にやるね木の器への漆塗り作業もこの機械に同時にやってしまうようにしてます、やるようにします。まあ、要はですね、まあ、一旦これでまだここにね書き取ればまだいっぱい漆はあるんですけれども、これを取ってこういう容器に移すっていうことをせずに、この最後に残った漆はこのまま書き取って、これをもう木の器に
塗装していってしまうっていう、そういうことをするわけですね。はい、こんな感じで3本分この茶殻容器に移すことができました。さあ、こんな具合です。3つ分です。まあちょっとね、その時々の様子によって1本あたりの量はまちまちなんですけれども、こんな具合これで保存しておいて、で使う時にこれをちょっとずつこう出していくと。まあこの蛇腹容器っていうのはよくあるあのグリスとかね入れてある容器ですね。そういう感じの容器、これが一番使いやすいかなというところですね。あの途中でこの容器が変にこう潰されることで破れてしまうっていうことがこれはないっていうのがいいです。でただまあ一つ一番デメリットとしては、もう最後使い切るぐらいの時、最後使い切るぐらいの時もギューッとこう潰していって、最後もう出るやつをこう一生懸命潰して絞り出すような感じにするんですけど、そのどんだけ固く絞り出したっていう状態になっても、やっぱり内側にこう張り付いて残っている漆っていうのはやっぱ結構な量になるんですね。ですんで、そういう最後の最後に残るやつっていうのは、少しあのテレピンとか入れて薄めて油水で出してやるとか、そういうふうな使い方をすることになりますね。これ切り開いてそこをヘラでかき出すにしても、こういうギザギザなデコボコな状態のところなんで、ヘラの扱いもちょっと難しいっていうのがありますね。なので最後はテレピン、多めのテレピン油でちょっと油水でやって、でまあそれを薄め液的な感じで使っていくっていうような、最後はそういうふうな使い方になる、なって使い切るっていう、そういう感じになると思います。そういう感じでやってますね。よし、というわけで、まあ、この最後残った、映るかね、最後残ったやつの、もううまく書き出して、今日は今から実際に、こいつを木の器に塗り込んでいくっていうことを、今からしていきます。